東京理科大学理学部第一部物理学科教授の吉原文樹です。この学科では宇宙や地球、物性、原子核、物理教育とさまざまな物理学の領域を専門とする教員が揃い、理論・実験の両面から活発に研究を行っております。また実力主義の伝統に立脚した教育に定評があり、物理教員の育成にも力を入れています。この学科で研究している分野は宇宙素粒子系、地球惑星系、量子情報系、物質化学系、物理教育の5つです。吉原研究室では量子情報系の研究を行っています。原子レベルのミクロな世界では重ね合わせやもつれ合いといった古典物理学の常識とはかけ離れた量子力学特有の状態が現れています。例えばこのゼロ状態と1状態との重ね合わせ状態を持つことができる超伝導量子ビットを作ることができます。でこの超伝導量子ビットをたくさん並べて、さらにそれらを自由に扱うことでこの超伝導量子コンピューターを作ることができます。この超伝導量子コンピューターを使うと、ある特定の問題につきましてはスーパーコンピューターよりも高速な計算を行うことができます。超伝導量子コンピューターについての実験研究ができる数少ない研究室となっています。この超伝導電気回路の理論計算やシミュレーション、そして超伝導電気回路の設計と作成、そして絶対零度近辺での測定、またデータ解析などさまざまな研究項目に取り組むことができます。でここの研究室の学生は自分たちがやりたい研究項目が含まれている研究テーマを選ぶことができます。もちろん全ての研究項目が含まれているような研究テーマを選んでいただくこともできます。好奇心が赴くままに、自分自身が興味があることについて研究を行うのが一番であると考えています。そのために学生自身が自由な発想で自ら研究を進めていけるように、私自身は学生を手取り足取り指導するのではなくて、この研究環境を整備や学生の相談あるいは議論の相手に時間を使いたいと考えています。将来超伝導量子コンピューターができた場合に、この超伝導量子コンピューターのこの部分は吉原研究室の学生の研究成果が元になって発展したものなんだよということが言えるととても嬉しいと思います。一つ目はじっくり考えるということと、とにかく手を動かしてみるという両方ができる人です。実際の研究では超伝導量子コンピューターについての理論を理解した上で、じっくりと考えて超伝導電気回路を設計して、でそれを作って測定して、でその結果を見ながらまたじっくりと考えてこの電気回路を設計するという、サイクルの繰り返しになります。もう一つはこの一人でとことん考え抜くということと、あるいは他人と相談議論ができる人、その両方ができる人がいいと考えています。この他人と議論することが大事だということがよく言われていますが、考え抜いた人同士が議論することによって初めて優れた研究のアイデアが生まれるというふうに思っています。私たちはこの超伝導量子コンピューターの部品を自分たちの好きなように設計して作って測定することができます。クラウド上にある量子コンピューターでは物足りない人、ぜひ我々と一緒に超伝導量子コンピューターを作っていろいろと遊んでみましょう。量子力学っていう日常では体験できないような経験を実際に実験で目で見えるっていうところになります。ニュースを見ていた時に量子コンピューターというキーワードを初めて知って、その量子コンピューターっていうのは社会にあるまだ解決できない課題を解くことができるっていうのにどう魅力を感じて、この研究をやってみたいなと思いました。もともと高校生の時に物理が得意だった、かつあと物理が好きだったので、それで大学生になってからもより専門性を高めていきたいなって思ったので、ここを選びました。やっぱり実験で量子力学っていうものを実際に目で見て体験できるっていうことをきっかけに選びました。量子コンピューターの中にある量子ビットを実際に自分で作成してから、それを測定して、でその結果を解析できるっていう幅広いその工程を自分で行えるということがすごく魅力になります。最近は誤り耐性型量子コンピューターの実現というものを行っていて、量子計算には計算の途中で
エラーが生じてしまうもので、それを誤りを訂正しながら計算を進めていくっていうのがその大きな目標としてあって、それの実現のためのコンピューターの研究を行っております。将来の目標は量子コンピューターというものを正しく理解して、でそれを社会に正しく広めていけたらいいなと考えています。将来は量子コンピューターを用いてそれを社会の課題のに解決したいなと考えています。僕の勉強はすごく得意な分野を伸ばすということをモットーに勉強していて、得意分野の物理とかあと数学も得意だったんですけど、その得意な科目をとことん突き詰めて伸ばしていくという勉強をしてました。大学生活っていうのはとても自由で、自分の興味あることにとことん突き詰められる期間だと僕は思っています。で、今受験勉強している皆さんはすごく大変だと思うんですけど、ぜひ期待、大学生活に期待ように胸を膨らませて頑張っていただきたいと思います。量子力学という、非日常的というか僕らの直感に反したいろいろな原理というものを実感できるところかなと思います。量子力学を最初に勉強したのは、学部の講義で初めて触った時は結構わからないことだらけだったんですけれども、それはどうしてかと考えると、やっぱりその分野としての特性でミクロな世界を扱う分野だったからなんですけれども、長い時間かけて勉強していくにつれて少しずつ分かっていく感じが楽しかったっていうのが動機です。宇宙論とか素粒子論に興味を持って物理学科を選択しました。東京理科大学を選んだ理由としては、他の私立大学と比べて比較的学費が安かったので選びました。主に理由は2つあって、1つ目が超伝導の量子コンピューターの研究ができるということ。超伝導の量子コンピューターというのは他の方式と比べても、現時点では比較的進んでいて、でしかも研究するためにそれなりに予算も必要で、研究したくても得られるものではないので、貴重な機会だなと思って選びました。2つ目の理由としてが、ここの研究室は、この研究室の魅力でもあると思うんですけれども、自由だからこそ大変だったり忙しかったりするっていうこともある、研究室らしい雰囲気がいいなと思いました。2つあって、量子コンピューターっていうのは量子ビットというものに0や1などの情報を保持して計算を行っていくんですけれども、計算が終わった後に最後に量子ビットの状態を読み出す、計算結果を取り出すっていう過程が必ず必要になります。この取り出す部分の研究を僕は行っています。であともう一つは、その量子ビットをより性能のいい量子ビットを作るという研究をしています。この分野で博士課程進んで博士号を取って、でその後、ある程度この分野で何か自分で実績を上げて、でその実績をもとに自分でスタートアップを作って量子コンピューターを実現する後押しができたらいいなと思っています。受験生の間っていうのはすごく、なんでしょう、しんどいことがたくさんだと思うんですけれども、それを乗り越えたら非常に楽しい学生生活が待っているので頑張ってください。こんにちは、吉原研究室修士1年の星大輔です。今吉原研究室1の前にいるので、早速中の様子を見てもらいます。ここで同期の平野くんが何かを見ているので、ちょっと話しかけてみます。平野くん、こんにちは。こんにちは。今何をしているんでしょうか。私は今自分で作成した超伝導電気回路のチップを顕微鏡で観察しているところです。こちらが顕微鏡の写真になります。実際の大きさは 5mm×5mm です。厚さ 0.4mm のシリコン基板状にアルミニウムやニオブの超伝導体で電気回路を描いています。この部分が量子ビットになります。このチップには2つの量子ビットが含まれています。他にも量子ビットの測定する部分や量子ビットに電気信号を送る部分、量子ビットからの電気信号を読み取る部分などがあります。量子ビットを機能させるためにはチップを十分に冷却する必要があります。それでは次にそのための装置を見ていきましょう。手前と奥に見える白いドラム缶のような装置が磁石冷凍機です。
運転しているときはシャッコンシャッコンという音がしています。この希釈冷凍機で超電導電気回路のチップを 0.01K、 つまりマイナス 273.14 度にまで冷却しています。ケルビンとは絶対0度を0とした時の温度のことですので、 0.01K はほとんど絶対0度と言えます。これは超電導電気回路を冷却するための装置でしたが、超電導電気回路を動かすための装置もあります。それでは次にそれらの装置を見ていきましょう。このラックには様々な測定装置が入っています。このケーブルを使って超電導電気回路に電気信号を送ったり、超電導電気回路からの電気信号を受け取ったりしています。このたくさんのケーブルが先ほど紹介した希釈冷凍機の中にもつながっていて、さらに超電導電気回路にも直接つながっています。それでは実際にこれらの装置を動かしているところを見ていきましょう。それでは実際に量子ビットを動かしているところを見せてもらいましょう。本研究室ではこのようにプログラムを使って実験装置を動かして測定を行っています。実際にプログラムを実行してみたいと思います。現在行っている測定はラビ振動の測定です。ラビ振動では最初量子状態が0状態だったものが一度1状態に変わり、また0状態に戻っていくという現象です。このように振動している様子が見られるのでラビ振動と言われています。横軸は時間で、縦軸は0状態である確率です。では別の測定結果についてもお見せします。これは高指数分布測定というものです。超電導回路の電気回路の中には電磁波を閉じ込める機能を持つ部分があります。電磁波は粒子としての性質と波としての性質を合わせ持つというのを聞いたことがあるかもしれません。この測定では超電導電気回路の中に閉じ込められた光子と呼ばれる電磁波の粒子の数を0個、1個、2個、3個と数えることができます。横軸は光子の数に対応する量で、縦軸は超電導回路に入力する信号のパワーです。この信号のパワーを上げれば上げるほど量子回路の中にある光子の数がどんどん増えていくのが測定できています。超電導量子コンピューターの部品を自分たちで好きなように設計して作って測定することができます。クラウド上にある超電導量子コンピューターを使うだけでは物足りない人、ぜひ一緒に超電導量子コンピューターを作って一緒に遊んでみましょう。行かないで待ってます。